真に健康な生活を送る方法、洗脳搾取から解放され真の健康を手に入れる方法をちょん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 。洗脳搾取のきっかけっていうのは、支配層が薬や治療を売るために医者の仕組みをもう改革しちゃってるんですね。本来の医師を否定してから新しい概念を構築しました。そして病人を作り出し、病気を一時的に抑制できるね、薬、まあ、痛みとかちょっとだけ抑えるんだけど、実はずっと悪くなってる、じわじわ悪くなってるっていうものを、まあ、作り出すことがしました。そして搾取がバレないように、もう大義名分で病院先生っていうの地位を上げて、ああもうありがとうございます、助けてくれてありがとうございます、お金を払って病気になって喜ばれるっていう構造を作るわけです。これをね、1850年頃から作った人は誰だと、はい、花高兄さん、ぴっちり横分けです。でこの悪名高い功績っていうのは何かっていうと、医療費を搾取する市場に変えたんですよ。で1850年以前の医者っていうのは家内伝承のため医者は少なかったんですよ、少数。でも1850年以降の医者っていうのは、勉強すれば誰でも医者になる、オタクみたいなモテねえ奴らが勉強して医者になったら、ビッグファーマーとかお薬のね会社の人たちが接待付けして、お金とお酒と異性で洗脳されて、全部今だけ金だけ自分だけになっちゃうわけですよ。これがまあ医療のドクターのほぼですよ、志が高いドクターの方が少ないっていうのが現状です。で、元々の医療とは何かと、東洋医学がありました。東洋医学っていうのは目的が一時的な対処療法じゃなくて原因除去なんですよ。そして治療は何かっていうと、量子物理的学な治療です。そして特徴は三位一体同時に治療できる、感情、臓器、病状だったり、三方向を同時にできる治療だって言われてます。薬は漢方薬のみ処方しました。そして外科っていうのは針治療だったり、お灸です。固めたりとか、ツボとかね、刺激するっていうのです。だから今の東洋医学ってのはインチキです。で作った西洋医学っていうのは、目的が継続的に薬、そして通院が必要な患者を増やすことが目的です。そして治療は対処療法です。もう今の痛みさえやれば OK、 でも体はじわじわ弱まっていくと。そして特徴が原因除去ではなくて、継続的に薬が必要に依存させる治療になります。そして薬は石油合成の化学薬品を使うので、飲めば飲むほど体が悪くなっていく。だって異物でしょ、毒でしょ、石油飲んでるんですよ。でそうやって体が悪くなっていくっていう感じです。なので根本の原因を解決するんじゃなくて、病気を一時的に抑制する方法しか提唱しないんです。これがね、作った西洋医学です。で現在の医療業界のきっかけになりますが、医療市場で搾取するためにね、一時的な病状の抑制のみ西洋医学をバッて広めて、そしてそれまでの原因除去だったりとか東洋医学を全否定したんですよ。そして医療の仕組みを組み替えて、お注射、薬、光学治療の正当性を洗脳 PR するわけですよ。そして現在は新たに病気を作り出す、何ですか、病気を作り出す装置なんですか、何々検査ってあるでしょ、皆さん知ってるね、あれを大量にね、国際基準という形にして、薬、光学治療が必要な患者を大量に増やして、医療市場が拡大していくわけですよ、どんどん。で本来治るはずの病気が治らず、不当に搾取され続けて、そして真に健康を手に入れることができなくなってます。わかりますか、健康だった人に注射を打つための仕組み、健康だった人を薬漬けにするための戦略がずっとされてるわけですよ。怖いですね、皆さん怖いですね。だから食原病が多いんだから、食事生活と、あと健康習慣を手に入れてから免疫を下げる生活じゃなくて、免疫をしっかりね保つ、もしくは高い状態でキープできるような生活をするっていうのがめちゃめちゃ大事なんですよ。わかりますか、調査が言ってることは。でまとめると、過去はね、根本原因を解明して病気にならないためにはどうすればいいかを指導してました。まあ僕がさっき言ったやつですよね、免疫を保って病気にならない食生活、生活習慣にしましょうって言ってます。でこれがね、近代医療、それが洗脳搾取によって医療がビジネス化しちゃったわけですよ。そして現在どうなってるかっていうと、まあ、一時的に薬で病気を抑制できて、でも効かなくなれば別の薬、最悪は切った張っただからオペしてから、ここが悪くなるためって、まあ、いろんなとこが悪くなってるのに、そこのポリープだったりここだみたいな感じで検査をしてこれを取っちゃう。でも取っても転移するってのいっぱいあるでしょ。だから原因がちゃんと分かってない状態なんですよ。それを検査でここって言って、たった取ってるだけで、薬で抑えるだけだから、薬が効かなくなったらやっぱ転移したりとかね、また発症するわけですよ。で効かなくなれば別の薬治療を提供するっていう現在になっちゃってます。怖いですよね。だからそれが今のね状態になってます。